メンサメンサ見て見てこれ何した分かるこれおおこれ棚棚やね棚これ作ったんやこれ自作自作これでね結構荷物とかもうハリスとか入ってるけどブルーシートとかカバンとかブルーシートとかブルーシートばっかりブルーシートばっかりブルーシート付きやんカップラーメンとかも乗っとるしどこ行くとかこんなん作ってみたいおで一回これバラしてあのどんな風に作ったかはいはいあの見せようと思うしうんうんまあネットを取ったらこんな感じ、うん、こういうカバンとかつけたりまあこうハンガーみたいにして使ってもいいしねああ、うん、まあ紐とかつけてライトとかライトとかも別にできるしこれだけでもねこれだけでもいろいろ使えるいろいろ使えるねこれ、うんうん、これあのコメリとかホームセンターで売っとると思うけど、うん、イレクターパイプっていうパイプでなんか鉄ねんけどあのその塗装じゃなくてなんか被膜みたいななんかプラスチックの被膜で覆ってあるパイプ、うん、でこれすごい安い何百円とかで買えるパイプ でこれカットしたんやけど、うん、100センチと5ミリかな、うんうん、こっちも100センチと5ミリでカットしちゃって、うん、短い方が短い部分は短い方が60センチこれカットしたかなあの長さが何センチからあったっけな長さがあるんはあの棒の長さが棒の長さ規格があってでそれをまあカットして短い方はまあ60センチぐらいでカットして、うんうん、で長い側は100.5センチ100.5か、うん、でそのイレクターパイプのそのパーツみたいな、うんうん、ジョイントのパーツとかすごいたくさんで取ってカタログとかあのお店に置いてあるけどこういうここにまあ刺して、うん、でこっちにこう刺すみたいな。他にも家使えるパーツはあると思うけど、俺はこれを選んでる。まあいろいろジョイントはあるやろね。ジョイントはたくさんあるし、うん、好きなやつ選べばいいと思う。でこういうジョイント、はいはい、もうまあ売っとるんやけど、うんうん、でこのジョイントに。こういうステー、L 型のステー、L 型のステーを組み合わせて、そうそうそう、本当はこの字のステーがあればよかったんやけど、うん、L 型ステーしかなかったもんで、まあ、全部これコメリで仕入れたんやけど、はいはい、うん、これ1個40円とかすごい安いものやから、でそれに今合うボルトナット、ボルトナットで、まあ、固定して、うんうん、まあ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 強度あるし、一番安いやつやから。うん、L 型ステーは 1,2,3,4,5,6,7,8本ね、うんまあ、これを組み合わせて、うん、あこれ別にあの穴でかくしとけばでかくできるし、あそうやね、うん、でここの穴は大きいけどこれあのいやね M10 のナットナットっていうかボルトかボルトがボルトやね、うん、合うサイズになっとるから1.5 ピッチやね、多分、うんうん、長さがねどこから測ればいいのそんなもんやね、うん、頭は 1.5 センチ 1.5 センチ 1.5? うん、うん、で、まあ選んで買ったやん、これはい、うん、で、これを取り付けるのに、まあちょっと穴拡張して L、うんうん、ここの穴、ステーの穴ちょっと拡張して入るようにして、うん、入るようにして、うんうん、あとは、うん、なんか説明なんか質問ありますか、うん、特にないね特にございません特にないね、うん、
あもうちょっと試行錯誤した結果こうなったから、うん、うん、まあなんかもしわからんことあったらコメントとかに載せてくれればお答えします、ね、お答えします、うん、まあ、一回取り付けてみる。そうやね、取り付けようかね、うん、じゃあ取り付けこう、こうつけるとね、あの、うん、こうつけても、まあ、つくっちゃつくんやけ けどギリギリになってしまって、屋根とのそうそう、クリアランスがなくて、うん、まあ、棒2本で行くんやったらこれでもありかもしれない。棒2本でここにネット吊るして、はいはいはい、ネットだけ、ネットだけならね、うん、あの、たわみが出るから、うんうん、で今回はこうやってつける、はい、うん、はい、これがね、狭いから付けるのが大変でね、でもこれ1回作ってしまえばね、結構苦労するけど、付けるの1回作ると、うん、うん、程度閉まるこっちで、ある程度仮が出るね、うん、うん、あ、反対側も同じ要領でつけていきます。うん、こっちとこっちと取り付けました。はい、さあ今度長い方、横の棒ね、横の棒、うん、とりあえずここから長いなよいしょ、よし、あ、あと注意ねんけど、これ接着剤あの、うんうん、あるから、まあそれつければ動かんくない。俺はつけてないんやけど、あのネット貼っとるから。ネット貼るからね。うん、いらんかなと思って。うん。うん。あ、もう一個の。俺も。つけ方間違えたかなと。俺なんで。なんでやろう。よっしゃ、よかった、着いたよし、まあで、あとは自分の好きなようにカスタマイズすればね、うんうん、うん、まあ、ジョイントでね、うん、いっぱい、まあ、いっぱいあるからね、ここでもそうそう、どこでも好きなとこにあの棒とか出せる、出すことできるから、うんうん、ジョイントは使えば途中で切ってもいいし、うんうん、切ってもつなげるジョイントもあるから、うん、うん、こう下にもう一個棚作ったりとかそういうこともできるし、まあ、とりあえずコメリにあの売っとるし、カタログも置いてあるから、うん、そこは、うん、見て見て好みの、そうそうそう、棚を作ったりね、うん、できるの、うん、結構幅が広くて面白そうやね、うんうん、まあ、メンさんもやるでしょ、いつかいいね、うん、いい、もうハンドブックこれ見れば載っとるし、 1m20cm50cm45cm90cm60cm、1メーター生きるから120センチやな、120センチ、うん、と60センチ、安いね、うん、1000円、1600円ぐらい、600円か、おー、ジョイントありすぎてね、ああ使ったのは何やったっけな、
その横にもね。